斜めアングルからちょっとやるしかないんですけど、こんばんは。ちょっとね、他を映してしまうとね、ちょっといろいろ見えるんで、ちょっとあれなんですけど。ここが当たるのが気になる。どうしよう。まあ、いいか。なるほど。こんばんは。もう福岡にいます。福岡もうお昼ぐらいに開いたんですけど、はい。キャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム4県2の長野セリカです。セリカーって呼んでください。セリカー、よろしくお願いします。今日はリハーサルとかがあったので、もう福岡に来てねいましたけれども、美味しいものを食べました。もつ鍋、もつ鍋、多分おそらく初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。もつ鍋食べたよ。今年初のお鍋&もつ初、もつ鍋初ですね。美味しかった。塩味、醤油、醤油だった。そうです。今日会場リハしたんですけど、めっちゃ広かったそうです。遠くの人はもう私たちのことこんな感じぐらい奥行きがあって、モニターがついてたから良かったですけど、セットリストもね楽しい感じなので、一緒に楽しめたらなって思います。セリちゃんなら後ろの方のうちわも見つけるはず。いや、もちろん遠くまでね見ていますので、そりゃもちろん。え、これやったっけ、チカッパさんって配信ありましたっけ。福岡寒くないですか。いや、全然寒くなかった。今日は暖かかった気がする。あ、ショールームであるんだ。この私の配信ルームではないんですけど、ショールームであるので配信が、そっちめっちゃアップで見えるかもしれない。有料しかも、まあ、よかったら見てください。そしてアーカイブもあるそうなのでね、私もアーカイブ見ようかな。髪型決まりましたか。髪型はズバリ外ハネです。私はもう外ハネしかありません、今もう。あのね、
マジでね、外羽です。もう外羽しか考えてない。こんな珍しくない髪型どうしようかな、どう思いますかって聞くのにもう外羽しか勝たんそうです。でもね、聞いて、あの外羽でもメイクさんによって外羽の感じ変わるんですね。あのインスタグラムとかの写真を見ていただいたら分かるんですけど、あのインスタの写真、自分で外羽やってるやつもあるし、メイクさんがやってくれたやつもあるし、なんかいろいろいろんな方の外羽が写っているので、あの本当に毎回ね違う感じになるんで、あのまあそのどういうその外羽かっていうのもお楽しみって感じ。昨日の公演とかはちょっとストレート気味のここだけ跳ねてるみたいな、でもいつもはこう S 字みたいな外跳ねになったりもしますので、そう、まあ、でも衣装のバランスとか見てですね、そこは髪飾り問題もあるし、あるのか分かんないですけど巻き始めの位置で変わる。ポニーテールだとびっくり。で、私今ポニーテールできなくて髪が切れすぎて、アイドルの言うことじゃないんですけど、ポニーテールもできないぐらい髪が本当によく、なんかね本当に昨日もねメイクさんにこれは切った方がいいねって言われたんですけど、もう早くね切りに行きます。むしろよくここまで生き残ってるねってくらい、あのあれなんだって、髪があるらしいだから本当にもうね、ポニーもできないし、ポニーしても毛先が少なくて、あのそう動かないと思う、多分そうブリーチと宿毛矯正のダメージでこうなりました。良い子は真似しないでねは特殊な訓練を受けていますのでテロップ出さないと さっさと切ってきますわ。信したんですね。はい、短くても好きだよ。ありがとう。まあ髪の毛一つでね、推し変するぐらいだったらもう違う、それは違う髪型の長さとかちょっと雰囲気が変わってしまっても、好きなものは好きでいてほしいよね。てか私髪伸びるの早いんですよね、こんなこと言ってるけど、あの髪伸びるの早いんで、まあ一瞬だと思いますけど短い期間は もちろん私の
いろんなセリカが見れてお得。そうですそうです、そうだそうだ。もう一生ショートにするって言ってるわけじゃない、伸ばしてるけど切るよっていう、ちょっとめっちゃ矛盾してるんですけど、一応伸ばしてるっていうことを頭に入れといてもらって、ショートっぽい、まあ、ショートではないんですけど、私の髪の毛のためにどうしたの？換気扇の音ですか？ショールーム始めようとしたらね、こういう音ね、流れるというか動き出すんですよ。鎖骨ぐらいの長さかわいい。ああ、鎖骨、確かに鎖骨ちょうどいい気がするよね。そう、暖房をつけたからかな。お化け。ホテルはね、私はもうホテル生活には慣れているのでね、大丈夫ですよ。せいちゃんの鎖骨綺麗っぽい。私鎖骨はね、太くてね、鎖骨はめちゃくちゃ自慢です。首長いからか、ここ自慢ポイント、今見えないけどこの鎖骨あたり、ここおすすめポイント。私のだからさ、幽霊あんま怖くなさそうよね。いやでも実際にもしあったらビビるとは思うけど、慣れそう。あ、確かに昔っていうか長崎の占いの人に霊感強いって言われていたので、あ、こういうことかっていう理解は早そうですね。話とか聞いて仲良くなれそう。それな。なんかいいことしてくれる幽霊がついけどさ、ちょっとなんか微妙な感じの幽霊はやめてほしいよね。いいことしてくれる幽霊だったらいいよね。長崎行けそう。長崎に、ね、行きたかったけど行けなそうだわ。遠いしね、やっぱ。でもなんか今は寒い、でも今ちょうどいいかも。行ったら春ぐらいに行こうってママに言ったんですけど、夏は虫が多いんでちょっと無理なんで、春、冬がもう終わるよ、春始まったねぐらいに行きたいんですよね。そうだけど、まあスケジュール次第ですけど、飛行機からの景色綺麗だったね。そうなの、
行機も私結構寝てたんですけど、最後の方に起きて撮ったらめっちゃ綺麗だった。なんか雲のめっちゃ上にいて、わーってなったね。飛行機めっちゃ長かった。もう久々にね、本当に久々に飛行機だったんですけど、長かった。なんか飛行機ってまあいろいろあると思うけど、こう飛ぶまでが長いんですよね。あの滑走路っていうの、あ、なんかさ飛ぶまでが長すぎてもうずっとあれもう飛んだかなと思ったら、まだずっと永遠に走り前に直進しててまだかいと思って、そうそうなの。乗ってから結構長かった。今日はでもちょっと長かったね。あとはでも飛ぶときスムーズだった気がする。降りるときはダーンってなってたけど、なんかいつもよりなんか飛ぶときめっちゃグワーっていう飛行機もあるじゃないですか。そういうんじゃなくて、なんかスーンって飛んでいった感じ。なんかちょっと構えてたんですけど、あ、来る、もうすぐ来るって思って、そしたら意外とスムーズに飛んでいったんで、おーって思って、天気も良かったからそんな揺れなかったし、なんか今日初めて乗る飛行機乗った。あんま見たことない。あ、パイロットの方が上手だった。確かに。あー、熊本ツアー以来の飛行機、そうだわ、そうでした、そうそう。お仕事最近もね、あんまプライベートでは、ね、飛行機乗らないからね。新幹線はよく乗るけど、今日はめっちゃ小荷物で来ました。カバン一つで来ました。すごいです、荷物預けずに乗れました。すごいです、この私が。小荷物美人。美人が違うけど、小荷物ガール。小荷物ガールです。お洋服も本当に最低限だし、なんかメイク道具もめっちゃ少なくしたしっていう。意外とね、持って行っても使わないものとか多かったり、なんか連泊3泊ぐらいするときはさ結構いるなと思うけど、1泊だったら全然使うものなくていけたね、意外と。ただ田中明奈さん、他にもギフトありがとうございます。かわいいツリー、最近イルミネーションとか、あ、私イルミネーション
本当に今年めっちゃ見てて、また新しいの見たんで今度順番が来たらインスタに載せるんですけど、載せたい写真が溜まっててインスタに、だからちょっとその出番が来たら載せるんですけど、ツリーとか街中とかになんか飾ってたりとかして、お店の中とかめっちゃテンション上がる。順番と、なんかイベン生写真にいつ載せようかなとか、載せてないオフショットとかもねあったりするのでね。そう、お久しぶりの鉄の声どうでしたか？楽しかった、楽しかった。なんかめっちゃなんか久しぶりで、めっちゃではないんですけど結構久しぶりで、ちょっと久しぶりで、あのなんか不安だったんですけど、でも楽しもうと思って、このチームも残りまあ3ヶ月ぐらいって考えたらあっという間だと思うので、しかもチーム4はあの他のチームに比べると人数が多めだから、公演とかも毎回メンバーがシャッフルになるんですね。だから順番的にこの昨日の8人ではもうできないかもしれないし、次はまた違うメンバーで出るってなったりすると、それ一回一回ね楽しもうと思って楽しんだ。そうです、メイポンさんの生誕祭よかったですね。あ、マニキュアもらったんだ、持ってきたの、マニキュア塗ろうと思って、今は何もついてないので、ちょっとマニキュア、マニキュア、マニキュア取ってきた、じゃーん、使いやすそうな色味で、私が大好きなこのお色味です。見える、はい、はい、OK。 かわいい、よく見かけるけど買ったことなくて嬉しい。明日はこれでステージに立ちますので塗ります。こうやって振ったら前髪めっちゃ揺れるっていうね。楽しみ、暗い気もするけど、まあまあ、あ、こういう感じね。お、やってみよう。あー、かわいい。なんかわかる？キラキラしてるんだけど、なんか見えねえ。あ、でも綺麗ですね。暗いな。だいぶナチュラル。いい感じ、使いやすいわ。キラキラだからね、かわいいし、見えな、ベビーピンクみたいな色味、桜っぽいかな。
めっちゃ綺麗です。めっちゃわかる。薬指がビフォーで人差し指と中指塗ってるんですけど、わかるかな。綺麗じゃない、わかる、綺麗です。お上品だね。塗りにくいや、壁が。はい、塗れました。うん、いい感じ。壁につきそう。すいませんね、ちょっとマニキュア塗っててコメントが見えなくて。はみ出した。私塗り絵とか絶対はみ出すんですよね。塗り絵をちゃんとはみ出さずにあんま塗れたことがない。なんかわかる、塗り絵って難しくない？とりあえず OK、 塗れました。はい、じゃーん、分かりにくいけどめっちゃ綺麗です。じゃーん、ちょっと置いとくか。綺麗。後で二度塗りしよう。あ、めっちゃ綺麗ですね。綺麗ですわ。めちゃめちゃ綺麗。乾いて早く。よしよしよし。よし、これでコメントが読みます。遡っていこう。首がちょっとかゆい。くまさんゲストいっぱい飛んでたよ。ありがとうございます。テンション高い。そう、もつ鍋食べてテンション上がってるの。めっちゃ美味しかった、もつ鍋。
どれくらいでネイル塗り直すの？でも今回あのチーム4公演のために赤ピンク系のやつ塗ってたんですけど、で福岡のイベントでも赤ピンクで行こうと思ってたけど、なんか公演とかの早着替えとかでなんか爪がよく擦れてたのか、なんかいっぱい剥がれてたんで、今回は2日目ぐらいで2日3日ぐらいで塗り直したんですけど、普通は今回は2日で塗り直したけど、普通は3日4日ぐらいで塗り直す。なんかそのぐらい経ったらなんかだんだん取れてきちゃうんで、キラキラは全然取れないけど普通のネイルは取れてくるので、そうです。そうすぐ取れるんですよ。マニキュアブーム来てるんです。こういうシンプルな色ばっかり塗っちゃうんですけど、まあ何でも合うし好きだからあれなんですけど、だけど真っ赤とか水色とかなんかちょっと奇抜な色にも挑戦してみたい。だけどなんかめっちゃ奇抜な水色とか黄色っぽいの塗ったらママになんか子供の手みたいってちょっとディスられるんでちょっとねこういうシンプル系を塗っちゃうんですよね、いつもあ、トップコート塗ればもうちょっと持つけど、確かに私トップコート塗らないんですよね、いつも。確かに塗ろうかな。緑は絶対塗らないの。まあ緑は塗っても塗ったその日に取ってしまう気がする。いやなんか違うかもと思って。確かにステージからは奇抜な方が見えやすいよね。奇抜っていうか派手な原色みたいな色の方が見やすそう。今日はゆっくり寝れます。なんか話そうと思ってた。なんだろう。うん、そうです。あの出番が一番最後なので結構ゆっくりちゃんとリハーサルしてからそうできます。はい、明日行くよ、楽しみ、頑張ろう。頑張ろうじゃない、私たち頑張る、楽しもう鍋いいな、美味しかった、めっちゃ。うわ、さっきからさ、本当にね。12月24のアンロケってセリちゃん合唱だけなのかな。そう、いや私ロケ行ってなくて、あの合唱みたいな撮ったんですけど、ちょっと謎すぎてどういう仕上がりになるかあの分かんないんですけど、でも楽しく撮ったんで、まあ見てくださいちょっと謎すぎ、楽しかったけど
カオスな感じでやりましたけれどもね。ダメですね、かわいいね。だってありがとう。赤い衣装、クリスマスのやつがありますので、ぜひゲットしてください。クリスマス生写真、そのオフショットも載せますね。今度、明日は明日のイベントの写真が撮れたら載せたいなと思っているんで、その次ぐらいかな。今日ゼリちゃんの代わりにトゥンカロン食べてきたよ。いいなー、いいなー、トゥンカロン美味しいよね。トゥンカロン、いろいろ更新してくれてて楽しい。あ、それは嬉しい。なんかインスタ毎日やってるんで、なんかカメラを自分で写真を撮ろうっていう意識がちゃんと芽生えた。今まだまあまあまあいっかみたいな感じで済んでたけど、撮らずに、だけどいやもう撮っとこうみたいな、とりあえず撮ろうみたいな感じになった。そうです。乾いた説、おいしい。うん、乾きました。一応今はでも薄く塗っただけなんで、お風呂上がりにもう一回塗り直そうかな感じで。ここのこのね、こうやって寝るのね、寝れる。なんか頭をこういう風にするとなんか眠くなりません？頭支えられてるとっていうか、自分から持たれてるんですけど、そうこうやって持たれたらなんか楽って思う。確かにこの角度、ここが痛くなりそうですけど、でも私首上げて寝るの好きだからね、いいんですけど。いや私全然眠くないよ今日。なんて言ったって飛行機で寝たからね、いっぱい。これもいいね、この感じ。だいぶだいぶ変な画角だけど、これもめっちゃ楽。
隠れるこうやってたら寝てるのバレないよねコメントがね、皆さんのコメントが見るの楽しい。22時13分か。何時にランキング読もうかな。でも言うて明日も配信できなそうなんで、今日は長めにやっとこうかな。話すことあれば、なんか今質問ちょうだい、話が広がりそうな無茶ぶり とりあえず1時間はやろう、絶対に。ちかっぱってすごいという意味だし、大阪弁は。ちかっぱってすごいって意味なんだ。すごいめっちゃとかじゃない。いやでもめっちゃは、でもめっちゃですよね。ごっつ、いやそれは別に大阪っぽくない。焼きそばのお話、そうレイちゃんレイちゃんの夢の中になんか「セリカさん出てきました」みたいに言われて。もうそこで私はマジか、レイちゃんの夢の中にもう聖火が登場したの嬉しいと思って、どんな内容だったのって聞いたら、一緒に焼きそば食べてましたって。かわいい。なんか大阪で鉄板焼きでなんか焼きそば食べてたらしい。もうかわいすぎる。かわいい。よりによってなんで焼きそばなのって思うんだけど焼きそばね。そう、今日着てきてた私服ももうお嬢様でね、ここに大きいリボンつけて、かわいい。お人形さんですかって思って、かわいい。夢に出てくるってことはちょっと気になってるってことですよね夢に出てくるっていうのはさ、好きになる前兆みたいな感じちょっと頑張ろう、もっと話しかけよう出てこないけど好きです出てきて。カレンちゃんやきもち焼くよ。いやカレンちゃんはカレンちゃんで今日も綺麗でしたよ。なんかマスクしててもなんか目がめっちゃ綺麗だから、で鼻も高いからなんかその綺麗なんですよね。なんかレイちゃまはなんかお嬢様って感じの可愛さで、カレンちゃん本当に綺麗、年下なのになんかあんなになんか顔立ちが大人っぽくて、そうでもなんか佇まいとかも結構大人っぽいんですけど、喋ったりちょっとふざけ出すと面白いっていう、そのギャップが可愛いんですよね。
なんかわかる？もうね、二人とも可愛いです。みんな可愛いですけどね。確かにギャップってね、大事ですよね。ギャップ萌え。せいちゃんも鼻綺麗ですよ。私はなんか横から見たらすごい鼻があるように見えるんですけど、正面から見たらそんなに鼻なんかそんなに高く見えなくない？こう横から見たら、あ、意外とってなるんですけど、なんかわかる？正面から見たらそうでもない？それこそギャップでいい。正面低そうだけど横向いたら高いみたいな。確かにもう常にこの角度でいようかな。やば、常にこの角度はやばい。もう他の角度も見せれなくなっちゃう。どこが一番高く見える？ここじゃない？ここが一番高く見えるね。常にこのしんど、横目がしんどいわ。でも私こっち向きよりこっちの方がなんかマシ、顔が。じゃあなんかあんま漏れないんですね、こっち向きが。耳かけてるかかけてないかの差もあるけど、そうバランス的にこっちあんま漏れない。だからこっちばっか向いちゃう、お決まりの角度みたいな。前に何度びっくり、マニキュアです。みゆぽんさんがくれました、マニキュア。バラになってる、かわいい。せいちゃんの後ろ姿も好きだって。意外と。いやー、もう眠くなってきたよね。わかった。ベッドの上でやってるんですけど、今ベッドにいるから眠くなるんだ。こういうちょっと真ん中にちょうどこれぐらいがちょうどいい。そう、眠くなかったけど眠くなってきた。お、今22時22分だよ。2222。あったかいしね、しかも今この部屋あったかいから。そう、飛行機で寝たんですけど、眠い
でも私本当にお昼寝何時間しても夜はちゃんと寝れるんですよね。なんか寝れないみたいな、何かなんか考え事とかそういうのしてるときはなんかあ寝れないなと思うけど、で普通に何でもない普通にの時はもうめっちゃ寝れる本当に。しかもどこでも寝れる。そうそうそう、早起きの日はちょっと緊張して寝れない。一人ホテルで過ごすの。でもやることないんで、お風呂入ってストレッチして寝ますね。なんか特に何かをするわけでもなく、とりあえず寝ますね。YouTube 見るから。5歳から10年 AKB が好きで17期オーディションを受けたいけど親に反対された。うん、夢も大事ですけど、なんかお母さんたちはこの業界の大変さをに心配して言って反対しているのですかね。楽しいしステージに立ってなんかするのは幸せだけど、やっぱりその楽しいだけじゃない苦労もたくさんあるのでね。やっぱりでも、もし私の子供がアイドルやりたいって言ったら、ちょっと、ってちょっと戸惑うかもしれない。だけど、結果楽しいから、だし私の親は、なんか、なんでも私のやること全部頑張れ、みたいな感じだったんで、そう、やりたいって言ったら、どうぞって言うかもしれないけど、だけどね、 SNS 大変そう。まあね、 SNS もいっぱいあるし、なんかショールームとか私は楽しいし、 SNS も全然やってて苦じゃないからどん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 更新するけど、やっぱりそれやっぱ向き不向きってあるからね、その辺のあれも大変なんじゃないか。あと比べられますしね、常に。だからその辺がまあちょっとメンタル的にどうなのかなって思うけど、でも AKB はすごくね素敵なところだし、素敵な楽曲に衣装に振り付けにたくさんあんね。だから入って損はないし、素敵なメンバーに出会えて、アイドルが好きなんだったら続けられると思うんですけど、だけどね、親御さんが反対するなら受けにくいよね。悩ましいよね。でも本当にやりたいんだったらもう思いをもう正直に伝えるしかない。これ受けていいみたいな、これ受けたいだけだったらやめときってなるかもしれないけど、本当に心の底からどんなもう何でもやるっていう思いでなんかやってみたらいいと思います。こういう思いでみたいな、こういう経験を生きてるうちにやっておきたいみたいな。
でも最終的になんか親御さんたちは娘さんの夢を応援してくださるような気がしますけれどね。映画とか見てたりしたらなんか、あ、結果そうね、そうなんだと思って。あ、高校受験があるから、あ、若いんですね。確かに。でもその節目節目でね、考えますよね。でもっていうか、それ本当にご都合があると思うのであれですけど、なんか学業とか全然優先してるメンバーもいますし、全然お仕事も、あの、学校があるって言ったら本当に学校優先って感じだから、若いうちは。だからね、あれだけど難しいね。高校受験も大事だし、勉強でも本当に入りたてってめっちゃ大変です。普通にもう曲数めっちゃ覚えないといけないし、先輩とかいる中ですごい緊張もするし、なんかめっちゃ立ち位置間違えたら怒られるしみたいな、いろいろ覚えること大変だから、それにプラス受験ってなるとだいぶ苦労しちゃうかもしれないですけどね。確かに。でやりたいことやるのが一番だと思います。セリちゃんとか賛成だったの。私は昔からなんか芸能活動 OK タイプのママとパパだったんですね。だからもうめっちゃ、もうむしろこれ受けようみたいなむしろあの親から雑誌のこれあるけどみたいな、ちょっと写真撮りに行こうみたいな、でめっちゃ写真撮ってなんかうーんみたいな。でもなんか私本当に履歴書の写真写りめっちゃ悪くて、あの写真写り悪いせいで履歴書の写真100枚以上撮ってもいいのなくて、なんかもう全然いいのないわみたいな、もうこれでいっかみたいな感じで出したりとかもあったし、なんか本当にねいろいろあったけど、そう、めちゃめちゃ応援してくれてた、送り迎えしてくれたり、そうオーディションついてきてくれたりとかね、本当に感謝ですね。なんか今はもうこういう年齢になって一人でどこへでも行けるようにはなったけど、昔やっぱ人ね、学生だしそういうわけにもいかないから、そう仕事とかね都合つけて来てくれたりとかして、本当にありがとうございます。うん、高校生になってからなら受けていいって言われた。おお、それはいいですね。勉強できますね。結構私中2で入ったんですけど、中2になりたてぐらいの時に入ったんですよ AKB に。で思うのは、もっとアイドルのこと勉強しとけばよかったなみたいな。ファンの人は何をやったら喜ぶのとか、なんかもっとなんかなんかダンス習ってたけどアイドルの踊り方をもっとマスターしてから行けばよかったとか、いろいろそうもっと準備しておけばよかったなみたいなこともあるから、チャンスですね。高校生になってから受けたらもっとその中学生の間に自分磨きもできるし、いい準備期間じゃないですか。でも入ってから分かることもあるので、
入ってみてこういう風に私は育ちましたけど、若いって素晴らしいね。ねって私もあんまそんなあれなんですけど。今応募して1時通ったら待ってくださいって交渉するとか、ああできるのかな、そういうの。もしかしたらなんか違うオーディションもあるかもしれない。17期でも、そっか16期から何年か経ってるもんね。17期生って何人入ってくるんだろう。5年前いたのか。できればいいとのメンバーすごい。チームメイトのオーディションやらないのかね。みんなそれ気になるよね。私も気になってる。だってもう不在の都道府県めっちゃあるもんね。でも今なんか地方からさ、なんか来るみたいな、難しいからね、ご時世的に。やっと緩和されてきた感はあるけど、でもやっぱ地域とかによってはね、難しいところもありそうだから、ちょっとね。むしろ全員兼任になったのがどうなのよ。確かにね、もうチームメイトは兼任するものみたいな感じになってるけど。で私はね、兼任はね嬉しいですよ。やっぱりいろんな活動とか経験ができるし、なんかエイトだけでいると先輩の方とか関わる機会本当に少ないんで、こう兼任することによっていろんなメンバーさんと関わってなんか学ぶみたいな。そうそう、なんか新しい公演もね、何をやるかとか全然決まってないし分かんないですけど、そういっぱい曲も覚えれるし、兼任は嬉しいですね普通に。まあね、そうですね。この方
かだよね。人見知りしないように。確かに、なんか自分は人見知りじゃないって言い聞かせてるんですけど、やっぱり私結構猫かぶりがち人間なんで、本当に全然そんなつもりはないんですけど、なんかちょっと壁をねできちゃうんですよね。やっぱいっぱい話さないと、たわいもない話でもう終わっちゃうんで本当にちょうど壁あったセイカと仲良くなるのはむずいのか。いやでも私本当にマジでみんな友達になれます、なろうと思えば。本当にね、最初だけなんです。最初に相手も人見知りだったらちょっと時間かかるけど、なんか全然そうじゃなかったり、そんな打ち解けてきたら本当に誰でも広くね話せる。広く浅く、で私結構広く浅くタイプな気がする。だけど広く関わってるうちに誰かとは絶対深くなっていけるんで、そう、深く狭くじゃないけど広く深く。確かにセリカは話しかけやすいオーラ出てる。で私本当に話しかけてほしい。自分からちょっとむずいけど待っちゃう、受け身ですね。はい、完全に良くない。カップリング曲順番に見てるけどめっちゃ懐かしいね。カップリングー、倒せりぐらいの中になるには相当時間かかりそう。いやでもまあそりゃね、そりゃそうです。お泊まりめっちゃして、もうめっちゃもう親友になるな、時間かかる。そりゃ8年か7年一緒にいてやっと5、6年目でめっちゃ仲良くなったんですから。せいちゃんがどんどん話しかけていったらみんな嬉しいと思う。頑張ろう、本当に。A では誰と仲良くなりたい。みーもんさんと麻雀したい。あと千織さん
楽しそう。ね、新公演も楽しみだしね。それはお酒？いや、これはマニキュアですね。見て、こんなにちっちゃい、手のひらサイズ。マニキュア。ああ。やば、この体勢おもろい。そう、このね、このね、体勢が楽なんです。そう、バイバーイ。いや、まだみんな出ていかないで。まだ終わってない。もうすぐクリスマスですね。確かにランキングも。あ、あれ、なんだこりゃ。危な。そんじゃあね。はい、ランキングを見ます。寝る前に、寝ないけど。はい、13位、ウィングキットちゃん@セリちゃんラブさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、7番目のおっさん@明日のちかっぱサイファイターさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、みなちゃん@マニキュアかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、マサノブ@今日の角度面白いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、中心@ひなちゃん、せりちゃん明日楽しみ、楽しみだよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、中心@もつ鍋美味しかった、美味しかったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ケンジ@今日めっちゃ可愛いさん、ありがとうございます。イエーイ。6位、ひらっぴ@せいちゃん昨日の公演お疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、ブラックドッグ@せれちゃん毎日インスタ楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、赤いゾウさん@
ヘナチョコな私でも愛はいっぱいさん、ありがとうございます。それな、3位、ひであきやっと、つるちゃん明日は楽しみですねさん、ありがとうございます。それな、2位、ジェイアット、今日も綺麗だねさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。そして1位は田中あきなアット、せいちゃんのこと大好きだよさん、ありがとうございます。書いてないけど、田中あきなさん、タワーありがとうございました。他にもギフトもたくさんありがとうございました。それではですね、アフタートークします。とりあえず23時までしますね。白いペンライトが白くて可愛い、なんか雪積もってるみたいじゃない。明日セリカをしなかったら白いペンライトいっぱい振ってね。今日お手紙送ったよ、楽しみにしてる、イエーイ。あ、そうそうそう、この前の昨日かの公演でもあのいただきました、プレゼントとお手紙ありがとうございます。大切にします。本当にモチベーション好き、髪の毛何色に染めるの、でもそんなに変えないと思う。明るめでブラウンかな、明るめブラウンですね。もうでも結構ね、お任せですね基本的に。とりあえず明日のちかっぱ祭楽しみ。めっちゃ出番は18時ぐらいですね、18時半とか最後なんで。楽しみます。はい、ちょっとここの角が悪く、そう、遅め。明日は絶対明太子買って帰るぞ。福岡のおすすめのお土産ありますか？明太子。あー、通りもんね、間違いない。もうそれはうまかっちゃん、なんとかやつ、なんとか餅、明太子茶漬け、へー、あ、なんとかせんべいね、なんだっけあれ、有名ですよね。鶏皮からし明太、え、明太子って飛行機持っていけるっけ？保冷バッグに入れてもらえば持って帰れる？明太子めっちゃ好き、本当に。明太子、めんべいね、めんべい買った、都内で都内でも買えるっちゃ買えるよね、確かに。いや、そんなんやったらちょっと夢がないんでそう、福岡でちょっとね、博多通りもんね、
ブラックモンブランってアイスですっけ。もち鍋のお土産ある。うん、もち鍋本当に美味しかった。佐賀のアイスか。なんか差し入れでメンバーがね、ブラックモンブランをね、劇場に持ってきてくれたことあって、美味しかった。カレンちゃんに聞くのが一番。確かに聞こう。話すきっかけになるわ。話のきっかけができた。それな。カレンちゃん普通に話せるでしょ。まあね、全然話しますけれどもね。あと6分。うわでも本当にマジでなんか配信とかないっていうか、携帯も見ずにこういう風に部屋の隅でこうやってねぼーってするのは好きなんです。一点見つめるの本当に。でパッてなって思い出してなんかやり始めるみたいな。そう。疲れてるんで。疲れてはないですけどね。なんか脳一点見つめてぼーっとしてる時ってなんか脳が休んでるみたいな感じだったっけ。あんまり笑ったとこ見たことなかったけど笑顔めっちゃ可愛いです。だってやばい、孫ショールームで孫すぎてあんま笑ったことない人だと思われてる、やばい。もうめちゃめちゃ笑います。私ゲラです、本当にゲラだけど私めっちゃ隠すんだよさ笑ってると。だからね、そういつもあれなんですけど、マジで笑わない人だと思われてるのはしんどい。めっちゃ笑います。リラとイルミネーション行きましたか。行きました。リラとうれしい、見てくれてるな。
ランディね、初見さん目立ちますね。お、23時ね。そろそろ終わろう。今日は結構長めに配信しましたね。久しぶりにその単語聞いたわ。ランディー。私でもランディーってあんま言わない。リラって言っちゃう。でもランディは言っちゃうランディはあんま言わないけど、ランディはちょっと言う。基本リラだけどね。明日頑張ってね。はい、明日頑張ります。ちかっぱさい。ショールームで配信見れるそうなので見てくださーい。それではですね、今日も一日皆さんお疲れ様でした。また明日イベントで会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。